リアルリアルリアルピースイエーイ。あのまだ俺のさ、うん、あの肺がまだ治ってないから。そうだよね。でもだんだん声が出るようになってきた。だったね。ねえねえねえ、だいぶマシになったよね。そう、2日前から首がこっちに曲がんなくなっちゃってマジで寝違えちゃって、もう絶賛やばいです。今寝違いの直し方知ってんだよ。なになに、ここの血行を良くするとね、いいからね。こうやってね、上げたり下げたりするとね、割と良くなるんで。で、ここをつまむとね、首も悪くなるよ。この辺つまんで。第74話、ジェスチャーゲーム。まあ、ね、カズーがさ、その、まあ、喋れないから、その、コミュニケーションがさ、前ほど取れないじゃん。いや、そうなんだよね。思いっきり話せないからさ、まだ。カズーの、このコミュニケーションを取れるようになりますように。キャン！あれ？あれ、もう一回言ったらいけるのかな？カズーとコミュニケーションが取れますように。キャン！キラン？何今の？星は、あれだね、3回願い事言うと、叶うっていうから、カズーとのコミュニケーションが取れますように。キャン！とー！おお、前じゃねえんか。前じゃないぜ。どうした君たち悩んでいるようだな。この星光が君たちの悩みを叶えたりせんぜよ。今日どうした口周り知ってるかい。僕は口の中が今荒れてたから喋るのがすごいきついんだ。だからか。そうなんだ。あ、だからこうなんだ。こうなんだ。僕は君がちょっと今肺がやられていることも知っている。声だけじゃないんだ、感情を伝える方法っていうのは。おお、ジェスチャーゲームをやってカズーとのコミュニケーションをもっと多く取ってもらおうと思う。たとえ肺がやられてても君たちとつながってるものは変わらないということを証明してくれ。あ、願い事叶えてくれるわけじゃないんだ。バカ野郎お前。1分だ。カズーにお題を見せる。で、それをカズーは3人に表現してくれ。レベルとかホームページに書いてあるらしいじゃないか。書いてある書いてある書いてある。俺は今日はな、コータのまあ連れじゃないけど、まああいつの代わりに来てるわけだ。だから半分以上正解できなかったら、コータのレベルを1上げる。いないのに経験値入るの。成功したら君たちを全員レベル1上げてやるよ。おお、コータも上がるじゃん。うわ、あいつは上がんない。だって今日寝坊してるからな。寝坊してんだ。ああ寝坊なんだ。ね、寝坊。嬉しい。準備はできたか、みんな。お願い事のポーズしろ。キラーン！キラーン！おお、なんだ、移動した。あれ、移動した。俺はそんなこともできるんだ。ああ、じゃあ、それならカズの肺直してもらった方が早いけど。バカだよ、バカお前。甘いね、甘い、甘いんじゃねえお前。甘いんじゃねえお前ら。時間は1分。問題は全部で6問あるからな。6問ね。いいぞ、レディーゴー。はい、イージー。ウサギ、ウサギ、うい、ええー、でかい。次はね、イージー、イージー、いいよ。ゴー。え？え？おじいさん。猫。違う。恐竜、恐竜。違う。え？え？おーおーおお、いいね、いいね、いいね。猫じゃないの？カメ。おー、でかい。おお、ウサギとカメか。はいはいはい。おじい。残り30秒。おにいだよ、おにい。おお、正解。残り30秒切ったら次はこれ。カニ。いい、正解。簡単じゃん。ちょっと待って、早すぎて俺は追いついてない。はい、ゆらぎ、ゆらぎ。おお、あ、正解。コケコッコ。正解。じゃあこれ。5秒しかない。コペ。まだ。欲しい、光る。これで終わり？ああ。みんななみんななみんなな。